G7 首脳会合に出席した岸田総理大臣は、ロシアへの制裁強化の方針を表明するとともに、アジアの安全保障情勢についても説明しました、同のの村上記者の報告です。直前に起きた北朝鮮によるミサイル発射を受けて、岸田総理は、弾道ミサイルや核開発についても、G7 で連携して対応していく必要性を訴えました。 首脳会合で岸田総理は北朝鮮のミサイル発射に触れるとともに中国の進出が懸念となっているアジア情勢についても情報共有を図りました一方ウクライナ侵攻をめぐっては貿易上の優遇措置最恵国待遇撤回に向けた法改正を今の国会で行うことなどを表明しましたまた会合の前後にはアメリカのバイデン大統領らと2国間の首脳会談を行いました 短時間ではありましたが、協議を行い、日米同盟の一層の強化について、日米間の連携を確認した岸田総理は今日午後、帰国する予定です。